雑さんだから著作権ないわけじゃない間違いない今回の得点は何なんだい。もっちがあるからね、1個。何が、あーはー、何昨日、僕、3年ぶりに父親と2人でご飯に行きまして、何別にそんなおもろい話じゃないんだよな。いや、俺びっくりしたんだよ。3年ぶりに親父と飯っていうワードだけ聞いたらさめっちゃなんか深刻な意味みたいな聞こえるじゃん、まあ、全然別に仲悪いわけじゃなくて、普通になんか部活とかやってたから。お父さんが、いや、じゃあ俺が俺がやってて会う時間がなかったからつながっただけで、うん、どこ行ったのよ。ラーメン食べに行った。あー、なんかまあそれっぽい。しかもそう、食べに行った場所が父親が学生の頃マジでうまいって言ってたラーメン屋だったの。でその時に父親が初めて行った年が18歳なの、うん、でちょうど俺の年だから行こうぜっつって行ってめちゃめちゃうまかったっていう、うまかったんか、そこでめっちゃまずいっすよ、ね、オチが一番面白かった。めちゃめちゃうまい。そう、ラーメン通の君に聞きたいことがあるんだけどさ、ロスからさ帰ってきたじゃん、うん、ラーメン食ったわけでしょ、うん、どうだった。いやね、本当にね、日本食うめえなと。ああ、やっぱそうなんだ。あっちにも、うん、ラーメンあったんで。あ、一応、うん、なんか豚骨ラーメンがあって、まあまずい、ね、まずいんか、なんかもうお菓子の麺みたいな、あ、めっちゃ豚麺みたいな、なんか豚麺ではないんだけど、うん、豚麺をもうまっすぐにした感じのチープ感味は豚麺の方がうまいの。どっこいどっこい。あっていくらぐらいで、1200円ぐらい。やば、日本円で。うん、シェイクシャック並みじゃないか。高っ。だからもう日本はね、安いしうまいって。うん、確かに感動したね。確かに1200円払ってラーメン食いたいなっつって豚麺できたら怒るもんね。絶対切れるよ。まあ切れる。一生いかんわこの店って思う。なんかないの、そのロスで会った面白いエピソードみたいな。ロスで会った面白いエピソード。いや、だってさすがに1週間もロスにさ友達といたら何かしらの面白いエピソードは、ね、生まれてもおかしくないでしょ。待って、あ、なかったね。なんもないロス。いや、なんかマジで笑ったのはあんま動画にできないけど、なんか友達が同じクラスのやつの悪口言ってて、マジあいつ本当にありえねえよみたいなことを言って、その悪口の波がマックスになった時に、そいつがずっと目の前にいたことに気づいて、あ、もういいわ。諦める、全て諦める。そいつかわいそう。しかも彼女出てきた。うわ、目の前ってのはさ、何、どういうこと。マジで目の前、マジで目の前、もうもっちぐらい。なんで気づかん、逆に。どういうあれなの、こうなんかさ、みんなでこうさ話してる時にさ、その中に普通にいたとかじゃなくて。違う違う違う、そういうわけじゃない。なんか列になってこう歩いてる時に、あ、なんかそういうこと、ね、そういうこと、かわいそう。え、それは何、悪口の内容的にはさ、うん、どっちが悪いの、その言われてる側が何かしでかしたのか、それとも言ってる側がもう圧倒的に理不尽に何か言ってるとか。なんかもう明らかで、多分、ね、本人は気づいてないんだけど、うん、なんか交流のね場だったの、海外の人との、うん、なのになんかお前ら話聞いてたのかみたいな感じに急に切れ出して、場の空気を悪くしたりみたいな。それは分からんな、実際な、うん、言ってしまえば、まあ、ドインキャで仕切りたがるみたいなやつで、悪いことはないんだけど、うん、神経を逆なでしてくるタイプ。まあ、KY です。でも彼女はいるんだ。彼女はいた。いいじゃん、勝ち組。まあ、その彼女を見て勝ち組か負け組か。最低なこと。一番悪いよお前が。悪口言った友達も売った、さらにその悪口をなんかそこらの悪口をまとめて言う、しかも全世界配信で。もう最悪よ。一番悪い。しょうがない、そいつが悪いよ。ディズニーどうだった、ロスの。あ、そうじゃん。あ、確かに。あ、ディズニーはランドとシーがあって、あ、ねえわ、ないの。そのランドとシーみたいに2つ分かれてて、カリフォルニアディズニーと
なんかアドベンチャーみたいな、へえ、なんかあって、で俺らはカリフォルニアディズニーはあんま日本と変わらないっていう状況だから、うん、アドベンチャーに行ったんだけど、うん、もうなんか全然ディズニーの世界観とかじゃなくて、本当になんかただの遊園地みたいな感じで、でもアトラクションは USJ、 日本の USJ に似てるっていうか、そのクオリティ的には、あ、ディズニーではないんだ。ディズニーではあるんだけど、例えばだけどカーズの乗り物があったり、うん、ジェットコースターがインクレディブルファミリーのやつだったりはするんだけど、うん、質はマジ USJ お前の中で USJ は劣ってんのディズニーに。いや違うよ、アトラクションのクオリティに関しては USJ が上よ。あ、そういうことね。ディズニーの見た目で USJ クオリティがあるよってこと。そうそうそう。あ、じゃあめっちゃいいじゃん。いいんだ。でも世界観はない。あー、確かにな、世界観が好きな人はな、ちょっとな。だからよくさガチューシャとかつけてんじゃん、うん、そういう人全然いない。おー、そうなんだ。じゃあ日本だけなんだ。日本だけ、カリフォルニアは行ってないんだっけ。カリフォルニアディズニーはそっちは行ってない。行ってないんだ。そっちはなんかいそうだけどね。うん、そうでは浮かれたやつらが、うん、いいな、行きたかったな。いや俺らもさあったのよ。なんだっけ、どこだっけ。普通ロスだよね。俺らはロスかな。そう、ロス研修があったんだけど、うん、こいつが参加しなかったせいでなくなった。なんで俺だけ俺だけなわけないやん。ちょっと影響力やば。いや、なんかみんな、うちの学科普通に少なかったんだよね。参加人数が普通に少なくてやる気なかった全員。全員死んだ方がいいと思って。俺らの学科に関しては30何人しかいないんだけど、そのうち2人しか参加。俺と友達しか参加しますって言わなくて、残りの28人全員死ねって思って。行きませんっていう感じ。マジで、うん、冗談ですよ、冗談です。こっちが行かないって言うから。でも来年再来年ってあんのかな。どうなんだろう。でも今回も一応さ2年生も参加してたから。2年生3年生も参加してたよね。え、そうなの。待って、俺らも俺らの代はね。でも多分ね。今絶対カット、絶対カット。雑談にごめんはないぜ。いや今言いそうになった普通に。え、なんて言おうとしたの。学科の名前を言いそうになった今の。あ、I see アイスイロスかぶれすん